バックストレートボーイズの石畑です。2022年スポーツランド玉田、シルビアカートレース第3戦に、参加してきましたのでレポートしたいと思います。さあ、まずは公式練習で、ゼッケン51番山本選手を見つけたので、後ろを走ってみようと思います。山本選手はこの結構目立つ緑のヘルメットがね、結構かっこいい選手ですね。玉田では少数派のビレルのカートに乗ってる選手なんですけど、結構このビレルも固めのシャーシなんで、私の乗ってる CRG と似たような動きをするかなと思いながら、観察をしてます。まだちょっと2コーナーの進入とかでカートが滑ってるみたいですね。こちらの方が今からどんな風に修正されるか、またタイムトライアル様子見てみたいと思います。さあ、次は藤井選手ですね。ゼッケン46番の藤井選手です。藤井選手もこれもビレルのカートですね。先ほどの山本選手が赤いビレル、いわゆる赤ビレル、そして藤井選手は青ビレルに乗ってます。この赤いビレルと青いビレルはやっぱりちょっと味付けが違うみたいで、固めのフレーム、柔らかめのフレームあるみたいです。ちょっと青いのには私乗ったことがないんで、どういう味付けがしてあるのかちょっと分かんないんですけど、で見るとこの白いホイール履いてるみたいなんですけど、結構白いホイールは固めのホイールっていうことで、夏場で、タイヤのグリップがかなり上がってるんで、グリップを逃がすために、白い硬いホイールを選ばれてるんじゃないかと思います。ここちょっと注目ですね。次に、見つけるのは誰でしょうか。石原選手ですね。ゼッケン20番石原選手が、前を行ってます。今回私は新品タイヤを投入したんで、あまり今一瞬ちょっとタイヤが映りましたけど、真ん中の筋がまだ出てるような状態で、あんまり今ここで走ってしまうとタイムアタックの時にいい状態残せないかなっていうのがあったんで、今日は、公式練習もうちょっと走っていろいろライバルの後ろ取らせてもらってこう参考にするんですけど、今日はあまり走らないようにしてます。さあ、石原選手の後ろに、この選手は最近かなり速くなってきたので、要注意ですね。ここの7コーナーの脱出が石原選手は速いんで、この辺りも結構速いんですけど、こっからのは立ち上がりは私の方に少しアドバンテージがあるかなっていうふうに思ってます。このような感じで、公式練習が、終了します。さあ、今からタイムアタックです。1周だけの計測で、まずは予選第1レースの出走順を決めることになります。今山本選手ちょっとアタック中どうしたんですか、エンジンかからなかったかスピンしたか分かんないんですけど、今止まってましたね。この場合はノータイムっていうことになります。ちょっと残念ですね。さあ、今ブロストレートを抜けていってるところです。さあ、9コーナーを抜けて、次が最終コーナー。コントロールラインをくぐったところからアタック開始となります。さあ、今2周休憩でアタック開始です。これちょっと残念だったのが、1コーナー行った時横山選手がここでスローダウンしてたんですね。でここでちょっと躊躇してしまいまして、どっちかというとそっちに気を取られちゃってブレーキングミスってしまって、ここでコンマ2秒ぐらいはロスしたかなっていうふうに思ってます。それ以外は気を取り直して、まず無難にまとめられたんじゃないかなっていうタイムアタックですね。
ちょっとこの8コーナーも奥に入りすぎましたかね。ちょっとクリップ外してます。最終コーナーの出方とかはいい感じですね。さあこの時点で2番手タイムなんですが、トップの松川選手とはかなり差をつけられてしまったんで、これはちょっと対策しないといけないです。さあ今から予選第1レースです。予選第1レースは、2番グリッドからのスタートになります。今ゼッケン5番の松川選手、まあお父さんの方ですね、松川さんのなんかバッテリーが切れたとかで、今コース上でバッテリー交換しています。こういうバッテリーで動くタイプのエンジンなんで、バッテリー切れちゃうと全く動かないって形でしたね。今コース上で修理を行っています。さあローリングスタート、1コーナーで今日照旗が出ましたのでスタート。松川選手がちょっとかなり松川選手が私を牽制してきたんで、その隙に3番手の石原選手がなんと一気にトップまで上がってきました。さあ今日はこの松川選手が速いんで、なんとか彼を捉えていきたいところです。松川選手も石原選手もかなり詰まってはいるんですが、簡単に抜くには至らないですね。ここの裏ストレートの進入とか松川選手かなり速いんですけど、今は行きませんでしたね。まだ余裕があるんでしょうか。私もまだぴったり後ろについていけるっていうほどの感じではないんですが、ここのコーナーはね最近結構いい感じなのですが、この3コーナーの脱出ですね、ここがちょっと遅いんで、2コーナーはいいんですけど3コーナーが良くないっていうのが今の課題です。ついついこうバトルに前映ってるんで見入っちゃいますけど、ああここで、松川選手インをついて入ってきました。ついでに私も行っちゃおうかなと思ったんですが、さすがにそれは無理でしたね。さあそして前行くのは石原選手に変わりました。まあ正直この日松川選手はちょっと一人ペースが飛び抜けてたんで、もうこれだけ差がついちゃいましたけど、ちょっと勝負にならない感じでしたね。さあそして前を行く石原選手はここで、一旦パスさせてもらいました。そしてなんとか前を行く松川選手を追っていきたい展開です。裏ストレートで石原選手に入られてしまいました。7コーナーが私苦手にしてるんで、そこで後ろぴったりつけられたんだと思います。でここで最終コーナーちょっと石原選手滑ったんで、ストレート真後ろつけたんで、ここでストレートで仕掛けていきます。なんとか前に出れるかと思ったんですが、ちょっと接触、私もちょっと姿勢を乱したところに藤井選手にも一瞬中に入られてしまいました。ここはなんとか守ることができたんで、まあ、予選ヒートこれぐらいでもうこれ以上無理なプッシュはするまいと決めまして、ちょっと石原選手の感覚を空けながら、チェッカーを目指すことにしました。さあここでチェッカーです。以上第1予選第1レースの終了です。とりあえず3番手、スタートを、キープしました。さあ続いて予選第2レースです。予選第2レースは3番手スタート。3番手スタートは結構2番手に上がれる可能性が高いんで悩ましいところですね。2番を狙うか3番キープで、次のレースのスタートで、2位に上がるを狙うかいう形でスタートに注目していきたいです。ゼッケン7番松川選手の真後ろ、ちょっと今松川選手がもう完全に失速したんですが、ここで前に出たのでそれに一緒にひっついてて、私も、作戦通り2番手に浮上することができました。さあさっ
季は後ろを走ることができなかった松川選手になんとかついていきたいなというところです。松川選手は進入はそんなに速くないんですけど脱出が速いんで、もしかしたら私とは走り方が違うのかもしれませんが、ここでまた石原選手にで裏ストレートで入ってこられてしまいました。これで松川選手追撃のチャンスはほぼついえたかというところで、今から石原選手とのバトルに入っていくわけです。さあここもストレートで並びかけるんですが、やっぱりここで抜くことができませんでした。石原選手も今2コーナーの進入でカートのリアタイヤ、左のリアですね、軽くポンポンポンと跳ねてるところが映ってましたけど、2コーナーの進入、あと立ち上がりのところかなり苦しんでるようでしたね。さあここでちょっと入ってったんですが、今ごめんなさいしてますけど、ちょっと私も今さっきは強引すぎましたかね。十分いけるかなと思ったんですけど、ちょっと当たってしまいました。この石原選手っていうのは、この今カメラ見てても分かるように一切後ろを振り向かないんですよね。なので普通の選手だったらこう進入してって自分の姿を見せたらちょっと避けたりとか、緩めたりとかいうのがあるんですけど、全く我が道を行く選手なんで、この選手はパッシングは正直かなり難しいところがあります。なんですが、ここですね、7コーナーのところでどうしても離れてしまうんで、この8コーナーの進入っていうのは結構なこうパッシングポイントではあるんですけど、こちらで仕掛けることができない状態で、このまま、ちょっともう最後はちょっと体力を温存でペース緩めてチェッカーを受けました。これで第2レース終了です。さあ第2レースも、3番手のままです。さあそして予選第3レース、この着順で、決勝のスタート順が決まるので、このレースは、大事にしたいところです。なんかベテランドライバーが3人で密談してますけど、何を話してるんでしょうかね、気になります。さあローリングスタートです。今回も3番手スタートとなります。さあチェッカーが振られて今スタートです。さあ今回も、おっとここで今完全に石原選手と接触してしまいまして、ちょっと後ろから見てた人から後で言われたんですけど、タイヤとタイヤがぶつかって白煙が上がってたそうです。正直結構な衝撃でした。これで、今回は石原選手が、2番手をキープして、私は3番手のままでレースを続けることになります。今日はもう正直ずっとこの石原選手の後ろを走ってるような感じですね。松川選手は今まで同様あっという間に逃げていきます。さあここでストレートぴったりつけたので1コーナー入っていけるか、ここは思い切って入ってきました。パッシング成功です。2番手浮上、ちょっと今ここでかなり2コーナーの進入でブレーキが間に合わなくてかなりオーバーランしてしまったんで、すぐ抜き返されるかなと思ったんですが、ここは、キープに成功しました。ここはあれですね、考え方的にはもう石原選手も決勝見据えて、もしかしたらもう3番手スタートで、行こうかなっていうふうに考えたのかもしれません。この後仕掛けてくることも一切なかった以上、さあこれで、決勝のスターティンググリッドが決まりました。正直、2番手ではあるんですが、タイムが私一人だけどんどん落ちてきているのがちょっと気になります。さあ最後の決勝レースのスタートです。決勝レース15周なんですが、今回はノーカットでお送りしようと思います。さあ今2勝切られてスタート。
今回も結構やっぱり松川選手が逆に今石原選手に前にやっぱり行かれてしまいましたけど、松川選手が加速がそんなに良くなかったので、どうしても横に並んでしまって、本当だったら松川選手の真後ろにスッと入っていきたいところだったんですけど、ちょっとこれかなわず石原選手に前に行かれてしまいました。まあ、もうこれで順位が決まるんで、ここからはもう積極的に仕掛けて抜いてどんどん前に上がっていきたいところです。石原選手も午前中のレースとかだと結構2コーナーでまあ、いわゆるバッタ現象っていうんですけど、リアのタイヤが跳ねる形をよく見てたんですが、今回はそこまでひどくない、まあやっぱ修正してきたみたいですね。まあ、この選手はあんまり後ろを見ないんで、本当に気をつけて抜いていきたいところです。ここですね、やっぱり7コーナーが私が苦手なんで、ここでものすごく離れてしまうんですよね。これがなければもっと余裕でついていけたとは思うんですけど、あそこもったいないんで、ちょっと次のレースまでに、解決方法を見つけたいなというふうに思ってます。今日は結構ピットエリアに応援の方が多くいたんで、まあ、賑やかな感じのレースだなっていうふうに思いながら走ってました。ちょっとここで、かなり前と差がついてしまったんで、ちょっとプッシュしていこうと思います。この時にちょっと7コーナーの離れ方がちょっと尋常じゃないんで、ちょっと石原選手の走るライン見ながら、ちょっと走り方を変えてた部分もありますね。それもあってちょっと離れてしまいました。今から気を取り直してプッシュして、後ろについていこうと思います。さあ、だいぶ、近づいてきました。まあでもここのやっぱここの加速もですね、どうしても負けちゃってるんで、このあたりも次回に向けて、いろいろ対策を考えていきたいと思います。少し、7コーナーで離されにくくなってきたようにも思います。まあ、でもこの日はなんかブレーキングがすごく安定してなくて、結構2コーナーそして8コーナーという肝になるところでクリップを外してしまうことがちょっと多かったですね。さあ、だいぶ後ろまで近づいてきました。さあ、ここの結構私ここの2コーナーでパッシングするのは怖いんで、あんまりやりたくないんですけど、ちょっとチャンスがあったんで思い切って抜いてきました。さあ、これで2番手浮上です。そして今まで苦手にしている7コーナーで、後ろにつけられて、次のストレートでまあ入られてしまうというのがまあ今までのパターンだったので、そこには気をつけたいです。ここはなんとか守りました。まあ、少しちょっとブロックラインも通りながら、ポジションキープした感じです。でここで1コーナー曲がるときちょっとかなり膨らんでしまってミスがあったんで、ここで石原選手にも余裕でストレートで抜かれてしまいましたね。これでまた3番手にダウンです。さあ、またチャンスを伺って、さあここで今度は5コーナーでパッシング、そしてまた2番手浮上です。この裏ストレート気をつけたいところですね。今回も裏ストレートはちゃんと、ポジションキープで、回ることができました。そして9コーナー最終コーナーと続きます。ストレートもそこそこ伸びてたので、この辺りで、きっとですね、ペースとしては自分の方が速いはずだと、まあ、思っていましたので、このまま逃げ切れるかなと、いうふうに考えながら、
とは言ってももう前の松川選手は離れすぎちゃったなっていうふうなことを考えながら走ってるのがちょうどこのタイミングですね。抜いた後に、7コーナーさえクリアできればなんとかなると、思ってたんですけど、さあ9コーナー抜けて最終コーナー、この最終コーナー今結構綺麗に曲がれた感じですね。さあしかしやはりまたストレートで石原選手に、パッシングを許してしまいました。そしてまた3番手にダウンです。まあ、正直今日はね、もうこのずっとこの石原選手のこの背中の赤いねアイシュタイルの文字がすごく目立つんですけど、もうずっとアイシュタイルばっかりも見てる一日でしたね。また抜かれてしまって、まあ、今からまたもう一回挑戦していきたいと思います。この辺りはほぼね同じペースで走ってるんですね。この辺りのコーナーは最終コーナーが少し自分が速いかな。そして、1コーナーから2コーナーにかけては結構こう詰めてくることができるんですけど、この辺ももう結構真後ろまで来るんですが、この先ですね。ああここでちょっと今のは強引でしたが、なんとかパッシング成功。また2番手に復帰です。今日はもうずーっとこのパターンを繰り返しているような感じで、あここでまた7コーナーでやっぱり失敗したんでしょうね。8コーナーの飛び込みでまたインを刺されてしまいました。なかなか2番に上がっても、すぐ抜き返されてしまうという展開で、ずーっとこの背中をもう朝から見続けているって感じです。何度もこう抜いては抜かれをちょっと繰り返しているんで、ちょっとこの辺りで、作戦も変えていこうかなっていうふうに思ってました。これぐらいの周回数になるとだいぶ私も腕とか疲れてきて、結構ハンドル支えたりするのがきつくなってきたんで、これずっと繰り返してると本当消耗ばっかりしてしまうかなっていうふうに思ってました。前を行く石原選手はもうゴリラの筋力とラクダの耐久力を持ってる男なんで、疲れてペースが落ちてくるってことはまずないなと踏んでたんで、あんまり無駄にもう仕掛けるのをやめて、ちょっと間隔を空けて、自分のペースで走って最後ぐらいに追いついて、最後の1周目もしくはもう1周前の、ラストの2周目ぐらいに仕掛けて、そこから、ブロックして逃げ切ってやろうと、この時はそんな風に思って少し、間隔を空けて走ってました。でやっぱりでもこういうのってちょっと自分でペース緩めちゃうと結構またアップしていくのに難しくて、ちょっと思った以上に差が開いてしまって、ちょっと今慌てて一生懸命プッシュして、なんとか後ろにまた戻ろうとしているところです。しかしやはり石原選手ここの7コーナーが早いんですよね。ここで、今まで作った貯金を一気に吐き出して、また元の離れた距離に戻されてしまいます。本当この7コーナーの進入と脱出は私課題ですね。さあもう石原選手のピットクルーの人がもう余裕だよっていう形でセーフティーの合図をもう出してたんで、それもちょっと悔しいなと思って、なんとかしてやろうと思って一生懸命プッシュしてます。まあ、体力的に苦しくなってくると、やっぱり一番辛いのがブレーキングした時に、まあ、かなり G がかかって腕にも負担がくるんですけど、そこでまあハンドルを切っていかないといけない。でハンドル切るとタイヤはまっすぐ進みたいんで、ハンドル
切って曲げようとするとタイヤはそれを押し戻そうとするんですよね。そこの力に耐えれなくて、カートを思ったように曲げられないっていう状態になってくるんですけど、結構厳しい状態ではありました。しかしだいぶ後ろに近づいてくることができたので、さあもう一回チャレンジしていきたいところです。ここもちょっと伺ったんですが、まだ進入にはちょっと厳しかったです。でこういうふうにちょっと不用意な仕掛けをしてしまうんで、当然その後のラインが厳しくなってまた離れてしまうんですよね。これも今回は失敗した点の一つだと思います。なのでせっかく、頑張って真後ろまで来たのにまた離れてしまいました。そして、もう残り周回が、少なくなってきて、なかなか近づくチャンスを見出せずっていう感じですね。まあこの時はもう残りの周回考えたらもうさすがにちょっと厳しいかなって、かなりもう諦めの気持ちも入ってたのも事実です。まあ石原選手は本当ミスのない選手ですね。もう後ろも前に全く見ないし、ミスもないし、本当我が道を行くっていう形で、さあここでチェッカー、今回は3位でフィニッシュです。まあ、前回が雨でノーポイントだったんで、3位まずまずかなってところがあるんですが、こういう接戦のバトルを制することができずにの3位っていうのはちょっとまあ悔しい結果にはなってしまいました。まあ、あとは他の選手は朝からタイムがどんどん上がってるんですけど、私だけコンマ3秒以上落ちてしまったんで、そのあたりが、次回への反省点です。さあ表彰式の模様です。表彰台に立つのも本当久しぶりなんで、嬉しくはあったんですけど、次回は、もう一つ、まあ、欲を言えば二つ上のポジションに上がっていきたいと思ってます。さあ2位の石原選手がインタビューを受けている様子です。さあこの選手も本当速くなってきました。さあそして優勝の松川遥選手です。今日は本当圧勝でしたね。まあ、昨年度のチャンピオンなんですけど。さあそして玉田恒例の炭酸水ファイトです。まあ、こんな感じで、1日の表彰が、終わっていくわけです。ポイントランキングは松川遥選手が、トップに浮上。私も前回ノーポイントから5位まで上がってきました。さあ次回は8月14日スポーツランド玉田へのご来場お待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。